まずこいつについていくか。ミッドガルデの皆さんのご活躍、ニュースで見たときは目がございます。いやいや、どうもめっそうもございません。まあ、私たち何もしないんですけどね。あのビックス、ウェッジ、ジェシーやったりしてるんだけど、アバランチの方々に力を貸してもらえるなんて、あの夢みたいです。ビックス、ウェッジ、ジェシーっていうね、あと3人がおったんですけどね、まあ、彼らの活躍といっても過言ではないかなと僕は思っても、別に僕何もしないので、本当にあのボス倒したりしただけなんで全然。はい、で何ですか。実はですね、岬にある灯台がいつの間にか何でもや呪文視点とかなんとか、何それ、わからない人に乗っ取られてしまいました。何それ、何でもや呪文視点。あれ、もしかしてお知り合いでしたか。クソダサいやん。何だ、ジュノン視点って。あの灯台はもともと僕たちが物見台として使っていた場所なんです。灯台って何。最近はモンスターも増えてて危ないし。コンドルフォートのことなのかな。え、何やなんやろ。皆さんのお力でどうにか説得してもらえませんかね。あー、なんか今点と点が今線で結ばれた気がする。あいつじゃね、ベグ盗賊団じゃね。ミッドガルやグラスランドで大活躍していたとのことなんですが、ああ、絶対そうやん。だうさんくせ。絶対そうやん。大体何でもやって何なんですか。絶対ベグ盗賊団やん。もう、とりあえず灯台どこにあるの、聞くわそれ。灯台はこの先の岬に。ごめん、それは聞いたな。ごめんごめんごめん。あんなところでお客。わかったわ、行くわ。ありがとうございます。絶対ベグ盗賊団これ。体験させていただきます。行くで、まあ行こう、この岬とやらに、灯台とやらに行ってみよう。誰か。一緒に一緒に落とし子、トラブルの匂いがするんだ。うん、そうだと思う。ならば私が適任だろうな。うん、そうだ。もしお時間があれば丘の方にも寄ってみてください。はい、運が良ければコンドルの姿が見れる。それがコンドルフォート、もしかして。行く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 、絶対行く、絶対に行かせていただきます。ここら辺は何があんのかな。とりあえずまあアイテム探索してからその灯台とやらに行ってみようか。アイテム探索、見せ探索、まあ、ミスピアノか。それ楽譜や。旅の途中で、何それ、弾く弾く弾く。で、その楽譜はどうやって使うん、そのピアノで。楽譜演奏の、タッチパネル、あ、そういうこと。あー、はい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 、ノーツ速度なんか選べんねんや。え、しかも何これ。あー、難しそう。まあ、一回やってみよう。あー、音ゲーか、マジの。どうしたらいい？誰か見てる、すっごい見てる。なんかめっちゃなんか見られててんけど、サングラスのおっさんに。ダーンダラダンダンダン。じゃ、なんかめっちゃ難しいねんけど。めっちゃむずいねんけど、この音ゲー。もうでもわかった。要領はわかったで。ダラララ、めっちゃ見てくる。なんか緊張すねんけど、あんまり見ないでください。ゲーセンでも見られると、あの本来のパフォーマンス発揮できへんから。それと同じですよこれ。右スティック意外とシビアは判定が。なんでめっちゃ楽しい。めっちゃ楽しいねんけど、この音ゲー。長いな。本格的すぎるやろこれ。一個の楽曲がもうええぞ。そこまで長くなくてもええぞ。めっちゃ楽しい。でもこういうゲーム好きやで。いいじゃん、これグレートがええってこと。パーフェクトではないんやな、音ゲーみたいに。パーフェクトがいい判定ではないんやな。でもこの右を集中して見とって、で左が来たらまあ適当に感覚でポーンって弾けばええ感じか。これノーツ速度もうちょっと速くてもええかもな。遅すぎて、あの逆に連打がやりにくい。いいやん、楽しいやんこれ。コンボとかもちゃんとあるし。クソ、ちゃんと音ゲーしてやがるこれ。なんか悔しい。なんか悔しい。なんやろこれ。この地味な悔しさ。